秋葉系情報バラエティー秋葉タイトルコール噛まずに済みました。チョコモです。皆さんこんばんは。あ、こんばんは。こんばんは皆さん。三谷健太郎です。よろしくお願いします。はい、噛まずに言えたっていうのはいいんですけど、若干怪しかったですよね。怪しくないよね。若干イントネーション怪しかったかなって。はい、というわけで、はい、今月で最終回になってしまうんですけれども、はい、そうですね、始まりました情報系、間違えちゃった、秋葉系情報バラエティね、はい、秋葉系情報バラエティ番組、はい、秋番、秋番ということで、はい、はい、前回先月5月、先々月ですね、先々月、そう、はい、5月がお休みで、うん、先々月4月が前回の放送だったんですけれども、はい、ケンちゃん何かありました？ここもう2ヶ月がいたんですけど、何かありました。そうですね、2ヶ月っていう期間は結構あったんですよね。いろいろ長い、いろいろあったんですけど、うん、皆さんも何と言ってもワールドカップ出た、ワールドカップ出た、2回いました。はい、あれ大事、とっても面白い、あれ大事、あれ大事、はい、見てますか？見てません。見てません。見てません。なんで？チョコモはスポーツあまり好きじゃないんですよ。はい、だからまあサッカーだけに限らず、まあオリンピックとか、うんうんうん、あと正月とかよくマラソンとかもやってるんですけど。駅伝ですか？そうです。あ、駅伝ですね。はい、ああいうの全般結構見ない人なんですよ。だから今回のサッカーも全然何それ状態です。いやいやいや、やっぱ日本がね、やっぱ一丸となって応援、はい、してるわけじゃないですか。応援は知ってますよ。ああ、応援は気持ち的にはやっぱり、うん、気持ちはしてるんだ、うん、ね、うん、みんなだってそんな日本代表の選手もやっぱりすごい、うん、もう全国民のプレッシャーを受けて、うん、ね、立ってるわけじゃないですか。まあ、うん、確かにそうですね。 それは応援しますよ。じゃあ誰か好きな選手とかいるんですか？いや、わかんないです、ね、え、ほんユニフォームが青ぐらいのことしかわからないです。そうですね、ユニフォームは青だと合ってますよね、合ってますよね、ユニフォームは青ですね、はい、そうですよね。じゃあでも一人ぐらい名前知ってますよね。有名な、すごい有名な選手いるじゃないですか。まるまる三角形みたいな。え、何それ。え、ここから。じゃあ私今サッカーの話してるんですよ。はい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 、うん、なんかなんだろう、キリンスーパーフニャララみたいな飲み物があるじゃないですか、ビールの。はいはいはい、美味しいやつ。はい、あれの CM とかにこう出てる。へー、全然わかんないです。本当に？はい、日本のエース。ほだってチョコモが知らない時点で逆に言うけど、エースじゃないんじゃないですか。ちょっとやばい、それはさすがにやばいやばいやばい。だってチョコモ知らないもん。だってサッカーのルールもわかんないんですよ。うんうんうん、じゃあわかりました、日本のエース教えてください。はい、もう日本のエース本田圭佑選手ですよ。へー、応援してます。いや、もう他にもいろんな選手はいると思うんですが、はい、まあ皆さんに知られているやっぱり代表的な選手といったら、まあ、本田さん。なるほど、頑張ってるんですね。じゃあ本田さんはもう全然猛特訓、全然興味ない。頑張ってるんですね。全然興味ない、はい、いや、もうちょっと食いつきないですか。なんかこう、いや、4年に1度なんですよ。チョコモさんは今何歳かわからないですけど、はい、17歳です。17歳、はい、17歳ということは、はい、まあ、17歳仮に17歳と定義しましょう、はい、定義した時にですね、はい、13歳の時に前回あったんですよ、はい、で、それ4年に1回しかない。はい、この祭典はやっぱり見ないと損ですよ。もったいないじゃないですか。はい、そうやって一瞬だけね、枠のチョコモは良くないと思うんですよ、はいはいはい、そう、4年に1回しかないって周りはそういう風に言うじゃないですか。でも多分ね、実際に出られる方ってその4年間ずっと練習してるわけでしょ。ああ、4年に1回のその1回のためだけで4年間ずっとなんか熟成させてるというか温存させてるわけじゃないですか。練習とかももちろんすごくしてると思いますし、はいはい、トレーナーの方がついてこう、ね、はい、いろいろやったりとかやってるわけじゃないですか、うんうん、やってね、やってます。それを周りは4年に1回しか応援しないのはチョコもちょっと違うと思うんですよ。あれ、いつの間にか立場だったら4年間もう通算で毎日やっぱ応援してないとダメですよ、それは。確かにそれを言われると、まあ、耳が痛い限りです。そうですね、まあ、普段からJ リーグとかからもう海外の、まあ、スカパーとかを使って見てる人たちからすると、うんうんうん、確かにそうですね、まあ、お祭りだからって喜んでこう。そうですよ、だって4年間ね、本田圭佑選手をはじめとした皆さんは、うんうん、でどれだけの苦労をされてるんですかって話ですよ。よく名前覚えましたね、今一瞬で、はい、一瞬で、はい、はい、そうなんですよ、はい、まあそうですね、だからなんだろうな、打開策がない気がする。ケン君押されてます。でも、はい、やっぱり
夜今1時とかからしか試合ないんですよ。なんでそんな時間に戦うんですか。いや、あの地球の反対側だから会場があ地球の反対側だから、うんうんうん、あの向こうにとってのいい時間しか試合がないんだよ。え、じゃあ日本でやればいいじゃないですか。あの日本あのね日本に招致するのもねいろいろ、うん、あのあって、はい、これあったじゃん、あのオリンピックの招致でも、はい、こう、うん、はんはんへんみたいなあったじゃん、5文字こう滝川フニステルさんが、はい、こう5文字で招致したでしょ、はい、あれぐらい、うん、こうやっぱり日本を会場にするってなるとですね、はい、あの場所だとか、はい、まあそのいろんな整備が必要になってくると。うちの庭使います。うちの庭は使えないです。使えない。うちのというか、あの、あなたお家、あのアパート的なマンション的なところですよね。はい、はい、実家はでも庭ついてるんで。あ、はいはいはい、なんかうまいことをやればなんとかなるかなみたいな。いやもうぜひというかもうチョコモさん一回スタジアムに行って応援してほしい。なんか人多いでしょ。ワールドカップじゃなくてもいいから。いや、あの、いやスポーツ絶対楽しいですって。サッカーじゃなくてもいいですよ。あのもうバスケットでも何でもいいですよ。でも無理だもん。無理体動かすのが無理だもん。無理だもん、うん、もう無理だもんだったらもう無理だ、うん、なんかあの嫌なんですよ。爽やかな汗出してる空気を自分がやってると思うとなんかもうブワーってなる。さっき4年間の努力がうんぬんって言われた。大事ですよそれは。人がする努力だから認めますよっていう会話ですよそれは。自分が爽やかな汗をかくのは嫌だと。いやなんか、うん、無理です。あ、無理だ。じゃあいつもどんな汗かいてんだ。え、はい、汗かきませんよ基本。かきますでしょ。だって、ライブとか、あの、あ、ライブの後めちゃくちゃかきま す, かきます、ね、そう、かく。え、それどんな汗なんですか。爽やかな汗でしょ。どうなんですかね。自分では全然爽やかな汗だと思ってないんですけども、踊るし歌うし終わった後も顔とかももうびちゃびちゃで、なんかいつもこう鏡見てうわ汚いなって思いながら見てるんだけど。汚いとか言っちゃダメ、汚いとか言っちゃダメ。いやだって実際汚くないですか。いや、まあ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 、ほらね。いや、まあ汗はそうですね、はい、はい、でもまあ一応あの、まあ、アイドルなんで、はい、アイドルがやっぱり汗が汚いとかね、もうびちゃびちゃとかね、なんかもう汗びちゃびちゃとかそういう。いや本当に顔もうやばいんですよ。本当に顔やばい。雨がもう降った後みたいにすごい汗かくんで。顔やばいのにアイドル。はい、はい、アイドルです。はい、はい、そうですか、はい、あ、じゃあやっぱ汗かいちゃダメですね皆さん。汗かいちゃダメ。運動やめましょう。適度に水分補給をしてですね、家でクーラーを効かせながらですね、はい、ワールドカップを一緒に、頑張っていきましょう皆さん。はい、というわけで秋晩は日本代表選手の皆さんを応援しています。こんばんは、林之助です。あ、こんばんは。こんばんは、チョコモです。今日は、はい、あの最終回ということで ですね、はい、なんとなんとなんと、お二方に、はい、オープニングトークをしていただきましたけれども、はい、グダグダやないかい。もうあのね、打ち合わせとかだって何もしてくれないから。もうね、広がらないね。もう広がらないの、本当に広がらない。頑張ってけんちゃん。いやだってもう無理だもん。だって パスが返ってこない。なんかもうね、シュート性のパスなの。一方的に、うん、一方的に、うん、やっぱり今ワールドカップなんで、ちょっとバンバンシュート決めていかないとなみたいな。だってワールドカップからどんどんシフトしていきたかったのに、うん、なんかもう、あの、勝てなかった。勝てなかったね。残念。まあでも努力は認めようと思う。はい、あ、すいません、ありがとうございます。はい、はい、いやでも今日今朝ね、本当盛り上がりましたけれども、はい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 、まあ同点ということで、あの、うん、負けではないので、うん、そうですね、まだ、ね、ちょっと、はい、残念というか、まあ、はい、惜しいっていう感じだったんですけれども。いいですよね、勝ち点がどっちの国にも入るんですよね、うん、そうです、そうです、はい、さっき教えてもらいました、うん、そう、あと選手の名前もね、一人覚えた。はい、はい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 、ケン君がすごい不思議そうな目をしてチョコモさんを見てたんだって。だって本田選手知らない方日本にいたかっていう。まあでもね、はい、あの、まあ、ご存じない方はやっぱりね、はい、いらっしゃいますから。いろんなことにこう集中されてる方はどうしてもやっぱ、まあ、それはもう全然そうだと思うんですけど、うん、やっぱなんだろう、芸能のお仕事やってるチョコモさんがやっぱそういう事情には詳しくないんだなって思って。ちょっとなんかちょっと怒られてる感じですね。なんか上から来てる感じですね。いや、もうだってそういうのさっきは言われてなんかね、いろいろ言われちゃったんで、もう、でもまあちゃんとチョコモちゃんにあの、はい、知識を教えていただいたようなので、はい、もう逆にね、溶かされたんで日曜さっきの日曜。じゃあ、あの25日は、はい、あの応援しましょう。はい、25日なんかあるんですか。25日コロンビアです。はいはい、はい、地球のあのちょっと真下ですね、はい、あので頑張ってますから、はい、応援しましょう。応援します。はい、はい、ということでサッカーのトークはよろしいですか。何の番組だったんですかね。すいませんね、はいはい、で本日も RM ハンバーガー&ブレイクさんでお届けしております、はい、で今
お料理をご紹介したいと思いますけども、はい、今日は何でしょう。今日はですね、はい、たっぷり薬味バーガーということで、はいはい、ネギ、大葉、みょうが、貝割れ、大根おろし、うん、あと水菜とマヨネーズで味付けがされております。じゃじゃんじゃじゃんじゃじゃん、よってよって、こんな感じ。こちらのメニュー期間限定なんですけれども、あのいつまでとかがなくって、あの材料の入荷がの分があるので、入荷分が終わってしまったらもう出せなくなるとのことなので、なるほど、はい、お早めにですね、お早めに、ね、はい、はい、お値段800円となっております。はい、安い、いつも思うんですけど、うん、すごい量が多いんですよ。でサラダもついてるし、ポテトもついてるし、この値段でね、こんなに食べれるのはお得ですよ。はい、ぜひぜひ、まあ、ぜひぜひ、はい、いらしたところね、はいはい、ということで、先ほども言いましたけれども、今日で秋葉終わってしまいます。あ、なんと1周年記念ということで、1周、はい、1周年なんですよ。まずそうなの、まず1年続いたことが奇跡なんですよ、はい、あの期間限定だったんでね、はい、本当は最初4分の1クールでしたからね、うん、そう、はい、本当に1年間続けられたということでですね、はいはいはい、本当に皆様見ていただき、聞いていただきありがとうございました、うん、ありがとうございます、はい、で今日はですね、その1年間分、ありがとうを込めましてですね、今日もちろん初めてね見る方もいらっしゃると思いますので、今まで私たちがどんなことをしてきたのか、またどんなことを喋っていたのかっていう、まあ、どうでもいいことなんですけどもまあなんかいろんなところに取材に行った、うん、まあ、ぶつ切りのやつを、はい、まあ、ちょろっといや、工藤さんのね、素晴らしい、はい、ここで編集がされてますから、ハードルが人泣ける映像になってるんでしょうね。小田和正さん あの歌が流れるぐらい、ね、涙涙になるような番組に、はいはい、著作権が、はいはい、権利問題があるので、はい、そういう感じで、まあ、総集編の、まあ、軽めの、軽めというか、いい紹介映像なんかね、ちょいちょいなんかトゲがあるよね、はい、軽めとか ね、 いやね、軽めって言っとかないと大体自分がヘマこいてるやつだから、ハードル上げたくない、上げたくない、はい、いやでも今までね、1年間、はいはい、多分そこで思い出すこともありますよね、私たちね、うん、ここ行ってたねとかね、こんなこと言ってたねとか、うん、そうそんなこと話してたねって、そう、うん、ということで、それをね、見ながら、はいはい、感想を後ほど述べたいと思いますけれども、はい、はい、じゃあ見ていただきましょうかね、はい、はい、じゃあ今までの、秋版ぜひご覧ください、どうぞ。はい、今日はシクスティンカフェ内にあるスーパーアイドルバトカフェエースに突撃取材に来ました。初ロケですね。ですね、ですね、はい、はい、ここはね、秋葉原にある、そのカフェ、シクスティンか、うん、そこの突撃取材今日初めて伺いました、はい、で、もう中ではね、もう盛り上がってるみたいなので、ちょっとどんなことが行われてるか、はい、ね、うん、ちょっと、はい、覗きに行きたいと思います、はい、では行きましょう、行きましょうか、はい、1回ポスターがあります、まあね、なんか数々皆さんね、自主的に活動されてる方が多いので、こうやってね、宣伝とか自分たちでされてる方が多いということなので、その中の方をね、今日はちょっとピックアップして、はい、ちょっと紹介できたらなと思っております。はい、まあ、じゃあさらにどんな方が今やってるか見に行きますね、はい、ちなみにまあ、いろいろこうアイドルの方がいらっしゃいますけども、どういうアイドルになりたいなとか、なんかこう自分の理想像みたいなのありますか。そうですね、私がその歌とダンスが好きだと、歌とダンスで元気を届けられるアイドルになりたい。元気大事、はい、元気大事ですね。もらいましたね、もらいましたね、初ロケでしたね。終わりました。はい、無事になんとかねえ、はい、ライブ自体はやっぱりね、いろんなアーティストの方だとか、うん、もちろん見に行ったことあるんですけど、こういった本当に空間の小さい、うん、なんていうんですか、こう密着したような感じでやるところを見るの、私初めてだったので、はいはい、なんかすごく新鮮でしたね。はぁ、どうも、突撃のレポート来ました。なんと今日は私一人です。
失礼します。ようこそヘタレタイへ、せーの、やー。あれ、ようこそヘタレタイへ、せーの、やー。で、普通に喋ってますけど、はい、なんか知ってる方がいらっしゃるんですけど、1ヶ月ぶりぐらいですか。そうですね。何してるんですか。働いてるんですよ。え、もう見ればこれ遊んでるように見えますか。うん。働いてるんですよ。あ、働いてる、はい、あら、皆さん覚えてますでしょうか。こちらもあの前回あのライブに潜入した時にですね、おとぎラビット研修中さん、研修中がポイントの研修中さん の, あのスキレミントさんですね、はい、あの作詞さん担当をされていたミントちゃんです。ミントです。お久しぶりです。緑色のパニア履いてた、メガネかけてた、ちょっと着違えた。じゃじゃん。おすすめのメニューは2種類ありまして、はい、一番たくさんお客様が注文してくださるのが、はい、こちらのオリジナルドリンク。はいはい。お、チェキ付きですか。はい、一緒にお写真撮っていただけるんですか。はい、一緒も撮れますし、はいはいはい、女の子だけの写真も撮れるんですけれども、なるほど。これですね、このイサのカメラで出てくる写真なんですけど、と、それから女の子が作ったオリジナルドリンクのもの、なるほど、はい、女の子によって味が違うんですよ。このドリンクを頼むときは誰か女の子を指名してその女の子にお願いするんですか。はい、そうです。なるほど、はい、とあともう一つおすすめのメニューが、はいはい、これは最近できた新しいメニューなんですけれども、はい、フィギュランセからの更新というメニューがありまして、はい、これはフィギュランセ人から囁いてほしいときはこれってあるんですけど、はい、なるほど、言ってほしい言葉を、はいはい、チョコモとかミントちゃんが囁くんですよ。これは囁くんですか。囁くんですよ。めっちゃ言ったら、ね、お兄ちゃん大好きみたいな。それはなんかこう耳元で言うんですか。それとも、はい、あー、すごい綺麗。ミントスペシャルです。ミントスペシャル。おー、でも名前の通り綺麗な、ね、緑の色が。これはあの味はベースは何なんですか。ライムとココナッツを炭酸に入れたやつです。あ、じゃあすごくあの飲みやすい。はい、というわけで、赤羽新宿先生へたれたい駅からとても近いお店です。まだオープンして2ヶ月ぐらいしか経っていないのと、お値段は割とお安めでリーズナブルに遊んでいただくことができると思うので、あの近い方もちょっと遠い方もぜひぜひ遊びにいらしてください。お待ちしてます。お待ちしてます。今日は、私一人ではございません。なんと今日初めてロケをしていただけるこの新メンバーを紹介します。けんちゃん。はい、こんにちは。どうですか。完全に初ロケなんで上がってますよ。このフレッシュなイケメン、申し訳ありません。もういきなりなんで完全に緊張してますね。それと、いつものように、チョコモちゃんもお呼びしてます。けんちゃん爽やかで、もうね、ちょっと先生、秋葉原わからないので、あの、今日もお付き合いいただきたいと思います。今よりちょっと明るい。あ、そう、うん、そうだね、ちょっとチャラ度が。チャラい。今職場上ちょっと。もうフィギュアがない。ね、もうここまで来るともう作品チャラ度ですよね。チャラいしてる。ねえ、そうですよ。10月か。で、今、この、ね、この蛍光灯ですけど、半年、これ、もう半年は経ってるね。絶対経ってますよ。だって今年入っても6月から半年はもう経ってるね。すごい綺麗ですよね。なんかモンスターもありますよ。そうだ、私はあれだ。あ、それシーモンスター。シーモンスター何ですか、知ってますか。なんか生きてるやつ。さっき言うの忘れましたけど、はい、あの髪を切ったので。飛びますか。あ、見てたら、あ、毛があると思って。毛がある。毛がある。そう。やっぱ髪長いと、髪型ができるので。アレンジしやすいですよね。そうそうそう。じゃあ、自分で、ね、こう開けて、今度。髪型一つで何かいろいろ。お前は頭を。おへぇー、林行きます。あ、なんだっけ、シーモンスター。やばい、一瞬で死んだやつだ。でもあれじゃないですか、3人とも死んじゃったんですよ。そうですね、チョコも今一緒に生きてます。飲んだ飲んだ飲んじゃった。一緒に生きてます。死んだっていうか、まずちょっとまだこれあれですよね。お水入れてないので動いてないんですけど、あ、なんか粉みたいな、あ、餌が出てきましたよ。夏木さん水槽流しちゃったんでしたっけ。あのね、お水を変えようとして、
ひっくり返した卵あ入れる前にその入ってたシーモンスターちゃんたちが入ってるものがひっくり返した世に放たれた世に放たれ た, う放たれたどうしますかそれでなんかマンホールの中とかですげえもうでかいなんかもう本当のモンスターモンスターになってましたみたいなこれは2人一緒に生きてくれるんだったらこの私は嬉しいところが深いなぁなつきさんはチョコも絶対そんなの嫌ですよ襲われたくないからなのでちょっと今回からのロケは私とケンちゃんと2人で、ねはい、なんか海の何もない着物透明な感じコントローラーらしいですけど、あ、オンになってます。はい、あのケン君が、あ、僕だけ理解してないだけだから、普通に話してました。スタートボタン、はい、で右側が十字キーから、これ、隣が A ボタン、その隣が B ボタン、はい、はい、中が、あの、ワリオのゲームだったんです。はい、バーチャル、バーチャル、これ結構すごいですよね。画面の中に入ってるみたいな。そう、ほんとこれすごいの。あなんか腕とか足とか動いちゃった。トモさん、ちょっと、はい、このロケはみんなテンション上がってましたね。いや、いやもう部屋物のゲームとかもありました。一番テンション上がってたのはカメラの工藤さん。そんなことないよ。あのポケモン話とかこの後入ってます。あそうだ、あなんか超テンション上がってましたよ。これ、なんかコロコロコミックみたいな。そうです、そうです、そうです、コロコロコミックでやってた漫画の、はい、この日はもうロケみたいな時間どれくらいやったの？あ、これ結構長かった。 2,3 時間ぐらい、2時間ちょいぐらいでね、うん、あの一つのビルの中で、はい、3フロアを2時間かけて、はい、切られに切られびっくりした。てか取れ高が多すぎて、あの15分にまとめるのに8割が削るという内容です。あれ何のソフトか思い出せなかった。田中太郎か。田中太郎ですよ、田中太郎。宇宙人田中太郎。田中太郎、田中太郎、知らないんですか。そうだそうだ、田中太郎さんっていう人も知らない。田中太郎さんっていう人が、あの、その漫画のタイトルなんですけど、宇宙人なんですよ。もう見た目もね、この辺の角についてるありましたね。漫画がゲームになったっていう。コメントでもコロコロだよ。そう、コロコロ、コロコロだよ。そう、コロコロだよ。全然ゲームのことがわからない。いやなんかゲームそんなに興味ないけど、あの結構2つ目のロケはそうですね。ずーっともうメジャーなものもありますから、絶対小学校とかちっちゃい時に1回は皆さんね、どんなゲームとか経験してると思うんですよ。したいと思います。実際できる実践の、ね、はい、機会があるんだもんね。ありますあります。だからできるんだもんね。言ってる間にご飯食べようとしてるやつだ。そうだ、イッサさん、イッサさんですね。イッサさん、確かにイッサさんはもともとチョコモさんが常連だったんで、はいはいはい、はい、あの最近結構たまに行くんですけど、この前行こうと思ったらよくなって入れなかったんですけど、イッサさん美味しいです。チョコモちゃんはね、秋葉で結構いろいろ行ってるお店があるからね。そうですね、打ち合わせとかにぴったりなんですよね。そうですね。なんかね、ほんとおしゃれな雰囲気でしたね。やっぱあの周りが会社とか多いんで、ランチの時間帯はちょっと混むので、はいはいはい、ゆっくりしたいときは多分2時3時、ちょっと忙しい時間帯を外して行くといいかな。半熟卵付きのビビンバ。そう、これすごく美味しかった。しかもこれお肉入ってますけどヘルシーなんで。そうです。はい、イッサさんのご飯って結構どれもヘルシーで。豆乳使ってたりとか、はい、野菜がいっぱい入ってた、はいはい、もう完全にビビンバ食べるの初めての人の動きですよ、はい、ね、はい、どうしていいのかわからないそんなことないんですけど、結構あの店長さん雑でしたよね。でもその後にボソッと、あ、俺の愛情もたまに入ってるって言ってました。もうすごいあの、まあ適当というか気さくな方で、はい、面白い方で、うん、はい、まあ、たまに行くと、調整豆乳くん、ゆるキャラが、あ、そう、ゆるキャラ
そうそう、痛いな、調整豆乳くん。この時たまたま、あの療養中で調整豆乳くんちょっと取材、はい、させてもらえなかったんですけど、はい、なんか鼻をちょっと怪我されてたみたいで、はい、なので、あの、うん、イサさんのこのお店が調整豆乳くんのホームベースにはなってます。そう、あの、調整豆乳くん普段イサさんで皿洗いのバイトしてる。本当にいいの？ツイッターにも書いてあった。裏事情がいっぱい出てきて、公式のツイッターにも書いてあった。スペースがあるので、ゆるくない、ゆるくない、ゆるくない。だって公認キャラクターなんですもんね。そうです、そうです、豆乳協会、豆乳協会、はい、チョコにいただいてますね。あー、はい、3D プリンター、これはあれです、 3D プリンターの、はい、作さんの、はい、さんが、はい、工作とか好きな人とか早いと思うので、はい、じゃあ待って、ちょっと早速、結構行ってます、結構行ってね、結構行ってる。一番人気はこちらのスチロールバッターですね。これ小学校の時にありましたね。あったスペースも全然お値打ちというか、あの、そうですね、お手軽な価格で切っちゃってますけど、3時間で1500円、ミクロン線で、あの、フリードリンク付きなので、はい、単純にあの休憩があってら使うのトーストもバーッと熱で避難されるっていう、何が切れるんですか、これ。発泡スチロールが対象になってます。3D プリンター、なんかあのチョコも今プラドルっていう企画でプラモデル作ってるんですけど、やっぱりあの塗装とか作ったりとかするんで、なかなか家でやろうとするとかえって手間になっちゃったりとかするんですよ。でこういうところ行くとやり方も教えてもらえるし、あの道具とかそういう場所とかも揃ってるんで、すごくいいと思います。プリンターの元のデータをパソコンからこういうのをつけてほしいっていう作業が限られる。そうですね、そうですね、揃えるのも大変だしね。ここから材料が出てきまして、フィラメントっていう、はい、後ろの奥さんから取ってね、そうですね、これがここから出てきて、これとここに出来上がる。本当にあの 3D プリンターが低価格化して一般の方でも購入できるくらいに、あのお手軽なものになりつつあるので、まあかえってね、そういう事件もまあ起こりゆるべくして起きたのかもしれないんですけど、まあね、モラルが大事って話ですね。そうですね、こちらに取り込まれて、今の一瞬でですか。はい、この光がバーッて、その雰囲気とかまで光ってると思うんですけど、はい、それと同じ感じで取り込まれまして、自分が立体的になったらなんか怖いですでもまあ、 あのフィギュアっていうかそういう感じでね、 3D プリンターで多分いろいろできてると思うんですけど、はい、いいじゃないですか、なつきさん2分の1フィギュア作りましょうよ。2分の1なんだ、はい、2分の1って結構大きいんですよまあまあまあ、そうだ、はい、作りましょう、次ね、何そうですか、ギガスカラーになりましたよ、なつきさん今。じゃあケンちゃんの玄関に置いてもらおうか、マヨケの、マヨケ、え、じゃあ2つ作ってこう、ついで置いた方がいいんじゃないですか、神社みたいな。でもね、それ多分チョコボちゃんのもっといっぱいあるんですけど、なんでですか、こんなにあれがあれであれなのに、あれがあれであれ、カメラマンが一番テンション上がって、さっきのあの、なんだろう、ジーサクセンさんにお邪魔してます。スーパーポテトさんよりももしかしたらこっちの方があるジーサクセンさんもすごいですね。あと一軒家これ、もうなんか秘密基地って感じなんですよ。これはちょっとあの秋葉原を出まして、雑司ヶ谷、雑司ヶ谷北谷の方まで行った見たんですけど、そう、すごいんですよ。この見てください、この専門グッズの数々。プラモデルを少しでも好きな人は、ここに行ったら多分一日遊べると思うんですよね。プラモデル、通販とかでも買えないようななんか商品とかですね、なんか奥のお宝部屋みたいなところにありまして、ここでちょっと選んだりもできるみたいな、こんなでかい、レアなものとかも置いてあって、こんなでかいんですよ。あの番組の中では映ってなかったんですけど、まあ今回あのロケ V には出してなかったんですけど、あの中国製のガンダムのプラモデルっていう、それはあれですか、あのちゃんとした公式のガンダムで中華版ガンダムプラモデルもあったんですよ。見せてもらいましたよね。なんか違いがありますか。そうです、あのとりあえず説明書が中国語です、はい。あとあのガンダムに、あの例えばガンダムの盾
のところに龍の文様が入ってたりとか、ちょっとそういう中華風な、ちょこちょこ入ってるわけですね。これも皆さん気づきだと思うんですけど、カメラマンの工藤さん、タンスなんです。すげえザブングルだって。タンスだね。タンスとか、そう、押し入れとかに並んでます。はい、これもあれですよね、床映ってないですけど、和室でして畳です。畳です。でも今梅雨だからね、雨降ってるからこういうところとか行った方が、はい、楽しめるんじゃないですか、はい、ね。マスターグレードモデル、入場料とかないですかね。入場料はないです。入場料はないです。全然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 。めちゃくちゃかっこいいです。これはあれですね、後ろの横の写真で見えなくなるぐらいでかい。すごいね、これプラモデル。お暇できたな、はい、これですね。で今日はですね、ここ秋葉原ですよ。秋葉原なんですけど、うん、こちらにあります。アパレルの、メンズアパレルのセレクトショップ。来た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 。これ先週じゃないや。はい、というわけでね、鳥を飾るにふさわしい。はい。今週編でも何でもないお店の人に聞きましょう。これも最後ですね。はい。というわけで、そうですね、ちょっといつもとは主眼を変えて、なんだろう、ファッションみたいなところに手出しちゃったんですけど、はい、セレクトショップ、メンズのセレクトショップ、チキロッティングツリーさんに、はい、で2パターンね、はい、思い出の写真に収めるし、お洋服もらって、まあ、センスがない自分のために、まあ、お二方にコーディネートしてもらうという企画。彼女ができる。これ、ちょっとあれですか、2パターンまた。すごいですね。マスボウルみたいな、お楽しみを。お楽しみを。なるほど。はい、じゃあまたあれですね。ね、これ終わったら、はい、皆さんに聞いて、はい、でもういい、もういい、アンケートもういいですね。はい。またそれプラス、それプラス今日のケンちゃん、ちゃんも。あ、もうそれはやめましょう。それはさ、それはいろんな人が傷つくからやめましょう。はい。私傷がないんです。チョコラも傷つかない。確かに。本当に。だって原さんはいつもこれはそうですね、やってる時は楽しかった、終わってからは楽しくなかった。でも女の子にチョイスしてもらえるのってそういうところないから、やってる時はすごく楽しかったんだけど、やり終わっていざ出た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 よ、ほら誰だこいつ。そうですね、寄った寄った寄った、この変な顔をしてるように見えるんですが、これ工藤さんが全力で笑わせにかかってる、一生懸命我慢してる表情。曲のチョイスとかいいよ。いや、ちょっともうなんか、はい、これなんですけど、これ実際に撮ってる時に、ね、ケンちゃんが寄られたりとか真顔で決めるのがなんか捉えきれなくて、3回ぐらい笑っちゃったんですよ。感覚違うなってありましたね。工藤さんがずっと変な顔してこっち見てる。人のせいにしないで、人のせいみたいな言い方しちゃいます。あれですよ、秋葉TV でいろいろ撮影させてもらってますけど、はい、戻りました。はい、ということで急にいやー、はい、行きましたね、いろいろと ね、あの懐かしのあの人は今状態の大ちゃんも、あの時代の、MC 大ちゃんも登場してくれてましたけれども、はい、なんか結構だから見てくれてる人もなんか、まあ、あのさっきの店員さんの名前とかも知ってたり、ちょっと今まで出てきてくれた、まあ、人の名前とかも知ってたり、結構、まあ、見てきてくれた人もいらっしゃってくれてるみたいですね。ありがとうございます。いやー、一年、あっという間でした。こうやって見ると、もう早かったですね。ね、やっぱ1ヶ月に1回っていうのが、うん、やっぱなんかこう、間があるようで、本当にあっという間ですよね。確かに、確かに。ね、そう、1ヶ月の間に、もう、まあ、約30日間の間に、いろんなこともそれぞれであったりもしますし。うんうん、もういろんな季節が過ぎて、この前お花見の話とかしてましたもんね。そうですね、してました。お花見みたいな、その前だってもうセンター試験の話とかして、ああセンター試験の話、こたつがどうとか言ってましたもん。言ってた言ってた、うん、言ってた、言ってましたよ。それが今こんな感じですよ。どんな感じ、今こんな感じですよ。どんな感じですか。今こんな感じになっちゃって、ケンちゃんが初めて来たのが10月、はい、10月10月ですね。そうなんだ、10月か。10月のVTR 見ましたけど、なんかチャラかったですね。チャラくない、ね、なんかチャラくないなんかチーズみたいな、チャラくないです。ちょっと髪の色がね、ちょっとはしゃいでただけ。でもチョコも正直初めて、うん、真夏希さんから新しく MC の子を入れますよって、うん、紹介をされた
のが、うん、まあ、ケンちゃんであったんですけど、うんはい、うわこいつ絶対嫌なやつだと思いました。いや第一印象、うん、まあ、うん、まあ間違ってはない。いや全然なんかあの本当に印象としてはなんか喋ったら、うん、なんかすごく挨拶とかもきちんと、うん、していただけて、うん、なんかすごく礼儀正しいというか、そう、すごくあのすごくいい、ちょっと待って、さっきまでめちゃくちゃあの動画中落とされてたのに急に上げられると愛だよね、うん、だってほら足元がグラグラする。ここの2人には何か、はい、何かいろいろ生まれてたりしないの？いやもう全然だってあれほらファンの方があのユニット組むとかなんかありました、ね、あそうだ、あちょっと待ってそれ冬の冗談ですよね。いやでも冬のあのライブの時の冗談ですよね。あの自分がトナカイの顔してた時ですよね。そうですそうです。いやでも願いは叶うもんだよね。はい、そうだよね。これはあの多分あの番組終わっても企画は進行すると思うので、あのイベントとかであのねきっとお披露目する日が、ね、じゃあのせっかくなんで、はいはい、あのさっきの総集編 VTR 出てた、はいはい、ライブのイベント、はい、秋版、うんうん、秋版じゃないよ、はい、秋版この番組だ、秋版これ、はい、バト、はい、アイドルバトルカフェ A さん、はい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 、あそこに一番最初にあの取材したところですね。はい、そうです。ちょっとあそこにオファーしてケンチョコ出ましょう。ケンチョコいいじゃないですか。出ましょう。あアイドルじゃないけど大丈夫かな、言ってもアイドル大丈夫です、全然、はい、大丈夫です、はい、バトルなんだ、バトルだな、はい、大丈夫です。な何を準備していけばいい？手ぶらで来てもらって大丈夫です。衣装も音源も全部もうチョコも用意してくるんで、武器大丈夫です。武器とかじゃないです、はい。アイドルなんで武器で戦わないでください。笑顔で勝負してください。じゃあもうちょっと。一つこれでもう決まったじゃんイベントが。やったー。じゃあぜひお時間ある人はですね、うん、あでも来てもらったらちょっと集大を晒すということになるんで。はい、お待ちしてます。はい、お待ちしてます。はい。もういいかな。じゃあなるようになるということで。はい。いやでも食レポ。はいはいはい、食レポもねしていただきましたけども、はい、そうなんです。あそこもチョコモちゃんがね結構行きつけのお店、うんうん、そうです。あの店長さんとも結構仲が良くて、うんうん、ああ仲良かった。はい、いろいろ行ったりとか、うん、あと本当に打ち合わせに使わせてもらうことがあったりとか、うんうんうん、はい、そんな感じのお店です。そんな感じの、はい、うん、豆乳が美味しいんです、すごく。どちらかというとやっぱり女性の方に行ってほしいかなと思って、まあ、男性も全然食べ応えあるメニューなんですけど、優しい感じのね雰囲気のいいお店でしたもんね、はい、あと大盛りとかもできるんで、うん、結構、うん、うん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 、そうですね、男性もいいと思います。うん、いやこの番組始めてそうですね、せっかく秋葉という秋葉系情報バラエティなので、うん、秋葉原のお店をねいくつかこう見て紹介していきましょうということで、取材始めていったんですけれども、取材するまでやっぱり知らないお店とか、私なんか特になんですけど、うん、見てる方とかね、いたかもしれないですよね、うん、秋葉原ずっと通われてても、うん、あこういうお店あったんだとかね、うん、思っていただけたと思うんですけれども、どうですかね、今まで見てきていただいた方々は行っていただいたりしましたかね、お店に。うん、いやなんだろう、もうなんか結構でも、うん、放送してる時とかに、うんうん、もう あそこの店だみたいな、あ知ってるよとか、もうそこ知ってるみたいな人が結構いて、うん、みんな結構知ってるんだなって思って、うん、自分としてはもう全然ここ穴場だなって思ってご紹介してたんですけど、うんうん、まあ、全然知ってる方が多くて、はいはいはい、ちょっと驚いたなっていうところで、うん、あとあれですね、ガチャポンさん、ガチャポン会館さん、はい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 、シーモンスターですね、シーモンスター全滅事件番組がちょっと始まったばっかりの時に起きた、はい、そうですね、悲惨なガチャガチャではい、はい、シーモンスターっていうね、水の中で生きるね、うん、生きる生き物、生き物をこう3人で買ったわけですよ。なんかあれなんかバクテリアじゃなくてなんかこうちっちゃいやつですよね、なんかプランクトンみたいな、プランクトンみたいな、ちょっと微生物みたいな、うん、ほんとちっちゃい、目には見えるんですけど、うん、みたいな、 それを3人でせーので買いまして、うん、でせーので育てて、うん、行こう、育成日記みたいなね、うん、しようしようって言って、はいはい、せーのでまず始めたんですよ、はい、でまず最初にそれを育てる水を、はいはい、軽気を飛ばさなきゃいけないので、はい、そこからスタートして、うん、半日ぐらい置いて、そうですそうです、そうで卵を、入れてというか、うん、それでこう帰るかどうかね、うん、してたら1日で孵化するんですよね、そうです、うん、そうです、でまずケンちゃんは、僕は
まず生命になりませんでした。卵の状態で世に出ることなく世に出ることなく生涯を終えたっていう。で私は世に出ました。出ました。世に出ました。はい、で、あれをお水をこう変えなきゃいけないので。そうですね。まあ綺麗な水。そうです、はい、まず1回目、の交換をしようと思って取り替えようとしまして、はい、取り替えようとした瞬間に、うん、世に放たれたっていう。世に放たれた。あれですね。広くキャッチ&リリースですよね。そうですそうです。はい。放たれた。帰っていきました。もうちっちゃいんで回収とかできないんですよね。もう一回放たれたら。みんな飛んでけっていう感じでね。はい、みんな卒業していきまして。はい、もういいようなんですよ。卒業して、卒業していって。卒業してた。はい、で、はい、チョコモちゃんは飲んじゃった。はい。ペットボトルでこう買っててラベルを全部剥がして、はいはい、でやったら一番そのなんかよく見えるかなって思ったんですよ、うんうん、でチョコもいつも朝とかよくミネラルウォーターとかお水を飲むんですね、はいはいはい、置いといたら、まさかね、まさかそんなことはしないと、ね、しないだろうと思ってて、うん、開けて飲んだらブワーまずってなってよく見たら、うん、これお水じゃないシモンスターだってなって、多分その時一番チョコモさん多忙な時期だったんで疲れてたんだと思う。疲れてたね、多分、うん、はい、疲れてたしょうがない、うん、あんなに大事にしようってみんなで言ったのに飲み込んじゃうなんていやでも、うん、ある意味大事にしたんじゃないですか。あ、まあ、自分の中に肉体化したというか、はい、そうだから今もシーモンスターはチョコモの血となり肉となり、はい、一緒に生きてます、はい、ありがとうございます、はい、綺麗にまとまってないんですけどまあそういう感じでね。そうですね。だから結果、はい、育成日記がこう、はい、書かれることなく、うん、まあ、すぐ終了となったっていうね、うん、次回の放送まで皆さんに報告するまで持たないっていう、持たないっていう、はい、まさかの企画倒れというよりは企画がスタートしなかった、ね、はい、始まってもなかったっていうことでね、育てる才能がですねなくていやでも命の大切さを学びましたね。した、はい、ありがとうありがとうシーモンさんでもあれですよね、多分流しに流したとかだったら生きてますよね、おそらく。あ、うん、だって排水管の中に入ったってことですね。やっぱカルキがあそうか、ね、飛んでないからやっぱそれで塩素でちょっとあれじゃないですか、ね、でも逆にその排水管の中ってまあ汚水じゃないですか、うん、だからその要は過酷な環境下で生き残ることによってシモンスターの新たな可能性がやっぱり、うん、さすがプラス思考できてるかもしれない、はい、じゃあもう次買う時こそはですね、はい、なんだろう、1ヶ月越しでも報告できるぐらいに頑張りたいなとそうですね、頑張れば生きるみたいなこと書いてあったんですけどね、頑張れば生きる、頑張れなかったね、いや説明書通りにやったんですけど、はい、才能がねちょっとね、はい、不足していたと。私たちには力不足でした、うん、はい、すいませんでした。皆さんもぜひガチャポン会館さんでね、新モンスターまだあるんですかね、わからないですね、はい、そうですね、結構ガチャポン会館さんって商品の入れ替えが激しいというか、本当なくなったら終わっちゃうんで、うん、はい、なんかそうやって手軽にこう生き物を育ててね、はい、見たいという方はぜひぜひちょっと覗いてみて、シモンさんまた会ったら教えてください、はい、ちょっとリベンジできたらいつかしたいと思いますので、他、はい、やりに行こうと、ね、中野のブロードウェイとかにあったら面白いですよね。 ありそうですね、そうね、池袋だったらどことか、秋葉原だったら、まあ、ガシャポン会館ありますけど、うん、なんかその要所要所の場所にガシャガチャが集まってるような場所とかありそうなんで、そうですね、確かにこんなものがガチャポンになるんだっていうものが結構あるし、うん、面白いと思います。ぜひぜひそちらの方もいろいろ探してみてください、うん、思います。であとどこ行ったっけ、あとはゲーム、ゲームの、はい、スーパーポテトさん、そうあれ1日ロケの時間が長かったという、はい、そうです、一日中ね楽しめるというところだったみたいですけどね、本当に工藤さんがはしゃいだって大変だったんですよ、あのロケいやもうね、なんかいつになくなんかいつも結構黙々とというか、そう、まあ、すごいなんかクールに仕事してるイメージだったんですよ、はい、ちょっと工藤さんって、そうですね、なんかかっこよくねこうカチャカチャってね、カチャ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 パーンみたいな、編集終わりましたみたいな感じだったんですけど、もうびっくりですよ、新たな工藤さんが、そう、ちょっとこれ工藤さんがこれ見てくださいよ、限定ものですよみたいな、これ何年の何月に発売されたって、これでいついつに流行ってどうぞで、うん、もうこれでみたいな、あれ工藤さんに一回全部あれしてほしかったな工藤さんプレゼンツの、ああそうそうですね、はい、一回やってほしかったですね、工藤のチョコモット探検隊みたいな乗っ取られてる、はい、見なかったな、そうですね、じゃあ、ね、
ぜひ、ね、じゃあもうなんか機会があったらもう、うん、ワンオフでやりましょう、はい、これは一つの企画で、はい、工藤さんに回っていただきましょう。でもまああのスーパーポテトは、うん、なんだ言ったって2人も十分テンション上がってたので、あもうまあ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 、うん、そういった意味で、ね、そうですね、それはもう VTR で十分伝わりましたけど、うん、あれ上の方に駄菓子屋さんとかあって、あそこでちょっと、ね、まあなんかあんまりゲームとか興味ないよっていう人もなんか上の方行ったら、うんうん、でもちょっと駄菓子を見たりして、うん、まあ座るスペースとかもあってですね、うん、まあちょっと休憩にもいいところかなと思って、静かですし、はい、いいかなっていうところではありました。はーい、うーん、まあでも数多くロケね1年間の間にさせていただきましたけど、うん、ご協力いただいた、方々ありがとうございました。 ありがとうございました。私も今回この番組を通してですね、最初の方ロケ参加させていただいて、こういうお仕事が初めてだったので、いろんな発見があってとても勉強になりました、うん、はい、まさか本当に最初言ってたんですけど1年間続くと本当に思ってなくて企画の段階で、まあ、ワンクール大体3ヶ月ぐらいのお話ではあったので、うん、今日まで続いたことが本当に嬉しく思います。本当に今日まで、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ではもう番組も終わりに、近づいてきましたので、はい、一人ずつ、ご挨拶をさせていただきたいと思います。じゃあ、けんちゃんからお願いします。はい、ですね、今回まあ、自分も夏希さんと同じでですね、まあ、結構初めての経験がいっぱいあったんですが、まあ、皆さんコメントで結構面白いこうパスをくれたりですね、応援してくれたりですね、うん、まあ、いろんなことがあって楽しかったなと思って、まあ、ぜひですね、また、うん、他の場所とかでもですね、うん、皆さんにお会いすること、うん、まあこういうなんだろう、インターネット越しとかでもですね、うん、まあでも県庁がありますからね、あ、まあ、それは皆さんまだ分かんないですよ、はい、そういう機会がありましたらですね、またぜひともご一緒して、うん、まあ一緒に楽しめたらなと思います、うん、はい、はいはい、ありがとうございました。ありがとうございます。チョコモちゃんお願いします。はい、チョコモ元々ものすごくオタクでやっぱりずっと秋葉原が好きで来てて、うん、でそういう知識をなんかこういう場所で夏希、うん、さんだったりとかけんちゃんにだったりとか、もちろん工藤さんもですし、こう提供して役に立ててもらえることがすごく嬉しくて、いやもうたくさん助けていただきましたよ、はい、本当に助かりました。こういうねカメラ回ってからとか、うんうん、MC だったりとかは夏希、うんうん、さんとかけんちゃんに教えてもらうことが本当にたくさんあって、自分自身も勉強させていただいた1年なんですけれども、はい、この1年を糧にこれからの活動も何かしらつなげていけるように頑張りたいと思います。本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、でチョコモちゃんはね、番組終わっても秋葉原でいろいろ活動してますからね、はい、チョコ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 ってチョコモだけにチョコチョコねチョコモだけにチョコチョコ活動しておりますから、はい、ブログだったりツイッターだったりね、はい、見ていただければと思います、はい、そしてこの番組をもう最初からずっと支えていただきました工藤さん、はい、どうぞ、はい、一言だけじゃなくもう全部、はい、全部歌でも歌ってしまっても構いません、さっき発声練習してましたから、はいはい、僭越ながらスタッフの人間が喋るというですね、暴挙を今日はさせてもらったんですけれども、はい、皆さん本当にお疲れ様でした。いえ、本当に工藤さんには裏で本当に私がこうあーみたいな感じでね、無茶なことをお願いしてご相談とかさせていただいて、嫌な顔一つせずやっていただきましたので本当に感謝申し上げたいと思います。この場を借りましてありがとうございました。ありがとうございます。はい、本当皆さんそれぞれで秋葉原に対しての関わり方とか、まあ、先ほどチョコモさん秋葉原大好きでっていうふうに言ってましたけども、うんうんはいはい、例えば、まあ、夏希さんなんかは、はい、秋葉原を全然最初知らない状態からスタートっていうことで、でもやっぱり秋葉原って面白いと思うから情報バラエティやりたいっていうところから入っていただいたりとかしてて、かえってですね、新鮮な目で秋葉原見てもらえたのですごい面白かったなっていうふうに思います。そう言っていただけると、ケン君も途中からの参加で、そうですね、はい、最初すごくなんかこう不安だったりとかいろいろあったと思うんですけど、はいはいはい、
だんだん逆にあのね、まあ、チョコモさんやあのナシさんにあのいじってなんかね、いじられてっていう流れが出来上がっちゃったんで逆にあのね、はい、まあ唯一の男性キャストということでしょうがないかなっていうのもありつつ、でもすごくね、あの、はい、和んだしね、とてもあの、うん、楽しませてもらったので、はい、でもあのちょいちょいですね、でも、うん、あの私の目から見ても、うん、あのゲームだったりプラモデルだったりとか、うん、ちょっとした隠れオータ要素がですね、うん、全然ある感じがするなっていうところもあったので、どんどん出ていただいて、かえってなんか秋葉原とも相性いいんじゃないかなと思うので、ぜひなんかこれで秋葉原、うん、はい、に足を運ぶ機会が減らないように、ね、逆に帰ってもうちょっと、ね、はいはい、ね、帰って好きになってもらえたら嬉しいなとは個人的に思っているので、はい、ちょっとじゃあちょっと各方面の詳しい方にちょっとご教授いただいて、そうですね、はい、でチョコモさんもね、うん、本当にあのロケほとんどチョコモさんがコーディネートしてくれて、うん、そうですね、はい、そういった部分がすごく尽力いただきまして、うん、はい、プラドルの活動とかもあって、はい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 、あの G 作戦さんとかご紹介いただいたりとか、うん、逆に私も全然その秋葉原から外れた場所で知らない店舗でもあれだけ濃いお店があるというのをですね教えてもらえたのは帰ってすごく嬉しかったです。嬉しい。いやでも本当にね、私なんかもともとそうですけど、工藤さんはじめあのチョコモちゃんもすごい知識が豊富だったので、うん、すごく初心者の私としては本当に助かりました。はい。はい、でもないです、こちらこそ本当にありがとうございます。いや本当にこの機会をいただいて秋葉原のことを本当により知ることができましたし、番組が終わってこれで秋葉原とバイバイっていうわけでは全然なくなったので、さらにねこれを機にどんどん踏み込んで秋葉原進出していけたらなと思っておりますので、はい、もし街で見かけた時にはですね、ぜひぜひ声をかけていただいて、ね、ね、はい、していただければと思いますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで、秋版約1年、続きましたけれども、これで終わりになってしまいます。はい、先ほども言いましたけど、イベントとかね、そういう特別な企画とかで出るかもしれませんので、はい、その時は、はい、情報をそれぞれ見ていただければなと思います。はい、チョコモちゃんの、ツイッターですとか、私の、ツイッター、また公式ブログでしたりとか、うん、そちらの方をチェックしていただけたらなと思っております。はい、はい、じゃあよろしいですか。はい、はい、じゃあ、本日をもちまして秋版終了となります。皆さん、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。また会いましょう。バイバイ。